岩島駅は群馬県あずま郡東あがつま城大和座岩下にある東日本旅客鉄道あがつま線の駅である。駅名は旧村名の岩島村に由来する。下り列車は当駅を出ると車窓左手にあずま渓谷を望むことができたが、八ッパダム建設に伴うルート変更によりトンネルで通過するようになったため、街頭区間の景色を車窓から眺めることはできなくなった。 また、ルート変更後は、隣の河原湯温泉駅が、東渓谷から離れたため、東駅が、東渓谷への鉄道での最寄り駅となっている。東駅と河原湯温泉駅の間の急線区間内に、存在する、日本最短の鉄道トンネルとなっていた、タルサートンネルは、八ッパダム完成後における、水没区域からは、外れるものの、 ダム建設に伴うルート切り替えにより2014年9月24日をもって用途廃止となった。駅構内相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。中野城駅管理の無人駅。案内状の番線番号は設定されていない。群馬県統計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。 関越交通の群馬原町駅、天狗の湯方面への路線が発着する。あず渓谷での紅葉シーズンの際は、道の駅屋がつまかい、あ渓谷方面へのシャトルバスが発着する。ありがとうございます。